はい、どうも直樹です。今回ですけども、今日はですね、実家暮らし大学生のナイトルーティンをね撮っていきたいと思います。で、今ちょうどねバイトから帰ってきたわけなんですけども、バイトから寝るまでのねそのルーティンをね撮っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。で、今からねご飯をね食べるんですけど、今日はですね、焼きそばと豆腐となめこの味噌汁ですね。あとはですねカツカレーと野菜がありますね。これをね、食べます。いただきます。で、今からねこれカレーね食べますね。ああ、これカツカレーだった。いや、カツカレーねもう何年目だろう。多分ね3年ぶりかな、カツカレー。もうカツカレーね本当にうまい。で、これが安定のね野菜ですね。これ野菜ね一番好きなんですよね、これね本当に。で、この野菜のねこれシロップのドレッシングなんですけど、これ青じそが好きですね。青じそがこの野菜に合います、本当にね。なのでいつもねこれねサクサクね食べれますね。肉よりも僕ね野菜派です。焼きそばにいただきます。麺がもちもち、えのきとこれ豆腐の味噌汁ですね。いや、豆腐もねいい感じです。本当に豆腐ねめっちゃ大好きですよ。ちなみにこの時計ね、アマゾンで3000円くらいかなで買った、購入した時計です。これね、気に入ってますね。これ、大学に入ってからこれ使ってます。ちなみに今ですね、9時55分ですね。はい。はい、今からね、食べ終わったんで、皿をね、洗っていきたいと思います。いや、ちょっとね、この時マジで、カツカレーの量がね、多すぎる、マジで。カツカレーと焼きそばと野菜食ったじゃん。で、あと味噌汁ね食べたんですけど、もうねカツカレーのね量が多すぎてね、やばい。焼きそばのね口がね入らなかった。野菜とかね食べたんですけど、カツカレーのね量が多すぎて、もう全然ね焼きそばが口に入らなかった。でも、なんとかね、全部完食したんで、マジ良かったですね。マジで皆さん、食いすぎには、注意してください。はい。食いすぎると、余計にね、腹壊すんで、今もね、ちょっとね、クソ腹痛いんで、皆さんね、ちょっと気をつけましょう、本当にね。はい、今からね、体重をね、測っていきたいと思います。それではね、飲みましょう。さて。体重は 49.5 でしたね。はい。僕ね、食ってもね、太らない体質みたいなので、いつもね、これがね、現状値なんですよね。なんとかね、太りたいですね。誰か教えてください。はい、ただいまの時刻が、10時25分でございます。で、今からですね、風呂に入って、今日の疲れをね、取って癒していきたいと思います。はい、では今からね、髪をね、剥がしていきます。今10時47分ですね。10時までは YouTube 見てね、過ごしていきたいと思います。いつもね YouTube はねパーカーチャンネルさんしか見てませんね。はい。
でパーカーちゃん実はねすごく面白いんですよね。まあ僕もね同じ大学生ですから、まあパーカーさんとねちょっと違ったね、まあ、ものをねこれからね、まあ、見せていきたらいいなと思ってますね。はい、それではですねもう11時になったので、まあ、これからねもう 寝たいと思います。今日も一日ねお疲れ様でした。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですね高評価とチャンネル登録ねぜひねお願いします。あとツイッターとインスタもやっていますのでぜひねフォローねしてください。それでは、おやすみなさーい。